ケープタウンの南に位置するテーブルマウンテンテーブルマウンテンあるいはテーブル山は南アフリカ共和国西ケープ州のケープ半島北部にある山。約3キロメートルにわたり山頂がほぼ平坦なことから名付けられた。垂直に切り立った崖が特徴の山でテーブルマウンテン国立公園を形成している。頂上にはロープウェイやハイキングで登れる。1990年に ニューケープ半島国立公園に指定され、1998年にテーブルマウンテン国立公園として改めて指定された。ケープタウンの南部に位置し、西側には大西洋を望む。南部はバックテーブルと呼ばれる低山が岬まで続く。山体はオルドビスキの形質砂岩で固く、その下の柔らかい血岩が侵食されたため、メサ地形を呈する。 それより下には先カンブリア時代の編成岩と寒流加工岩がある。ロープウェイ標高300メートル地点のコル地区から頂上までロープウェイが走行している。最初のロープウェイは1926年に着工。1929年に運行開始した。1997年に改修し、定員65名になった。頂上に行くまでの間に360度。 回転するため十分な長望が得られる。コルチックのロープウェイ駅までは車で移動できる。ハイキングにはいろいろなルートがあり、数時間で登れる。岩登りやケービングも楽しめる。ありがとうございます。